私はミカ、32歳。私は5歳の息子、涼介と夫の翔、そして義母の靖子さんと4人で暮らしています。義父が数年前に亡くなってしまったので、それから私たちは義母と一緒に住むことになったのです。一緒に暮らし始める前は義母の靖子さんの本性に気づかなかったのですが、実はこの義母は陰湿な嫁いびりをしてくる最悪な姑だったのです。ある日のこと、私が仕事から帰ってくると、シンクとシンクの周りに洗剤がかけられたまま放置されていました。私は不思議に思ったので、外出中だった義母に連絡してみることにしました。お母さん、今どこかにお出かけ中ですか？そうだけど、何か用？いえ、シンクの周りに洗剤がかけてあったので、お掃除の途中だったのかなと思いまして。どうして私が掃除しないといけないのよ。掃除は嫁のあなたの仕事でしょ。それはそうですが。それは私からのメッセージよ。理解できたかしら？メッセージ？どういう意味ですか？気がつかないの？台所が汚いってメッセージよ。ちゃんと掃除をしなさいよね。そういうことだったんですね。それなら直接言ってくださればいいのに。言わなきゃ気がつかないなんて、あなたってほんと使えない嫁ね。あの、掃除なら私のペースできちんとしますから、こういうことはやめてもらえませんか？じゃあ、毎日隅々まで掃除をしなさいよ。正直、普段仕事もあるので、掃除にあまり時間かけられないんです。あら、掃除ができないのを仕事のせいにするの？家にいる私にしろっていう嫌味のつもりかしら？そんなんじゃありません。ただ、毎日隅々まで掃除ができないって言いたいんです。週末は仕事も休みだし、その日にまとめてしますから。掃除くらい毎日するのが当たり前でしょ？あとコンロね。ごとくについた汚れ、私がドライバーで削り落としてあげたのよ。気づいたかしら？やっぱり、あれもお母さんの仕業だったんですね。何よ、仕業って。私は使えない嫁の代わりに汚れを落としてあげてるんじゃない。それは本当に助かります。だけど、そのカスを片付けずにコンロに放置しなくても。掃除していないあなたが悪いのよ。あなたにわざわざメッセージを残してやってるっていうのに、どうしてうちの嫁はこう文句ばっかりなのかしらね。私のペースでしますから、お願いですから途中で放置するのやめてほしいんです。だったら私が気づく前にしっかり掃除をするのね。義母はあちこちを中途半端に途中まで掃除をして放置。それをすべて私に対するメッセージというのです。正直、私にとっては仕事から疲れて帰ってその状態を見て、さらに後始末をするのは嫌で仕方ありませんでした。こんな陰湿な嫁いびりをする義母は何を言っても聞いてはくれず、義母はさらにこのわけのわからないメッセージとやらを続けてきました。お母さん、何ですかあれは。何のこと？何のことって、服ですよ。タンスの前に散らばってるんですけど。ああ、畳み方が違ったから全て出したのよ。あの量を畳み直すってどれくらい時間がかかると思うんですか？あのね、うちは代々くるくる丸めてタンスに入れるのよ。なのに、あなたの変な畳み方は何なの？汚いったらありゃしない。汚いって、綺麗に畳んでましたけど？だから、畳み方が違うのよ。丸めて直すと見た目が綺麗でしょ？そのやり方で畳んでって、昔から言ってるじゃない。ですから、そんなに服を畳むのに時間が取れないんです。だから、私の畳み方に変えて直してたのに。はっきり言ってあなたのやり方には私賛成できないわ。そのままでいいので放っておいてくれませんか？ほんと、何してもダメな嫁ね。洋服さえ満足に畳めないんだから。そんな義母の陰湿な嫁いびりは止まらず、私は毎日そんな生活に耐えていました。同居をやめようかとも考えていましたが、義母は涼介をとても可愛がってくれていましたし、柊の実の母親ですから柊にも相談しにくく、どうしようもありませんでした。そんなある日のことでした。
その日は涼介の誕生日でしたから、私は仕事を休み、朝から料理を作ったり、ケーキを買ったりと準備をしていたんです。夜、柊が帰ってきたら、みんなで涼介の誕生日パーティーをしようと、丸一日一生懸命準備しました。テーブルの上を飾り付け、料理を並べ、ケーキもスタンバイしておき、夕方涼介を幼稚園に迎えに行きました。しかし、涼介を連れて幼稚園から帰ってくると、テーブルの上の料理がなくなっていました。嫌な予感がして、まさかと思いながら、冷蔵庫のケーキの箱を開けてみると、ケーキの箱は空っぽでした。よく見ると、お皿は汚れ、フォークにはクリームがついています。それを見た涼介と私がフリーズしていると、帰ってきたことに気づいた義母が私に話しかけてきました。あら、ミカさん帰ってきたのね。お母さん、これは？ああ、ケーキがあったからご近所さんを呼んでランチしたのよ。料理もたくさん作ってあったし、ケーキはデザートにしたわ。久しぶりに老人会って感じで楽しかったわ。え？テーブルの上の料理全部食べちゃったんですか？そうよ、いいじゃないの。どうせまた作ればいい話でしょ。は？美味しくなさそうだったけど、もったいないから食べてあげたわよ。でもあれじゃ味が濃すぎるわよ。最近の若い子は洋食しか作らないのかしらね。和食を作る努力をしなさい。私ならもっとうまく作れたのに。そんなことを言い出す義母にあっけに取られていると、涼介が泣き出してしまいました。急に泣き出した孫を見て慌てる義母、そしてなだめるかのように息子に近寄って話しかけたのです。あら、どうしたの？今日幼稚園で何かあったの？お友達にでもひどいことされたの？違うよ、おばあちゃん。どうしてこんなひどいことをするの？え？今日は僕の誕生日でしょ。なのに僕のケーキもご飯もみんな食べちゃうなんてひどいよ。え？誕生日？義母はカレンダーを見た瞬間、どんどん青ざめていきました。涼介は大泣きで、義母はなんとかなだめようと慌てていると、そのタイミングで柊が帰ってきました。夫は珍しく大泣きしている息子に気づいて慌てて駆け寄ってきて、テーブルの悲惨な状態を見てすぐに状況を把握したようでした。母さん、これはどういうことだよ。違うのよ、これは。子供の誕生日ケーキを食べて何が違うんだよ。誕生日って忘れてて、てっきりミカさんが私のために買っておいたケーキかと。孫の誕生日を忘れたのもミカのせいにするのか。嫁いびりも大概にしろ。もういい、一人でかわいそうだと思って一緒に住んでやったのに。違うの、勘違いよ。母さんには出て行ってもらう。そんな、私と離れ離れになったらこの子が寂しがるわよ。ねえ、涼介。涼介はおばあちゃん大好きっ子なんだから。義母は涼介を出しにして夫に逆ギレする始末。すると涼介は涙を拭きながら義母に向かって言い放ちました。僕、おばあちゃんなんか嫌いだ。まあ、涼介ったらどうしてそんなこと言うの？だって、おばあちゃんは悪者だから。悪いママ母なんだ。ママ母？そうだよ。今日幼稚園でシンデレラを見たんだ。シンデレラは悪いママ母にひどいことされてかわいそうだった。おばあちゃんもいつもママに同じことしてるもん。なあ。それにね、ママ母とおばあちゃんの顔似てるんだよ。おばあちゃんにそっくりだったよ。おばあちゃんはママにそんなひどいことしないわよ。ほら見ろ、やっぱりおばあちゃんは悪いママ母だ。どうしてよ。ママ母は嘘つきなんだ、おばあちゃんみたいにね。僕知ってるんだよ。いつもおばあちゃんがママに優しくないこと。僕が王子様になって悪いおばあちゃんを退治するんだから。涼介はそう言うなり、自分のおもちゃ箱の中からプラスチックの剣を持ち出し、
私をかばうように私の前に立つと、剣を構えて義母に言ったのです。5歳の息子がそんなことを言うので、私はびっくりしてしまいました。夫の周もあっけに取られていました。孫に嫌われていると知った義母もショックで口をポカーンと開けたままでした。その後、夫は本当に義母を追い出し、同居生活は終止符を打つことになりました。義母は狭いアパートに一人で暮らすことになり、それから何度も家に来ては謝ってきましたが、もちろん夫はそんなことを許すはずがなく、今は一人寂しく老後生活を送っているのだとか。私はようやく嫁いびりから解放されて、本当に安心して帰宅できるようになりましたし、息子の思わぬ発言にも成長を感じ、嬉しくてたまりませんでした。子供はちゃんと周りを見ているんだなと思った瞬間でした。今は家族3人で仲良く暮らして、平和な日々を過ごしています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。